皆さんこんにちはこの動画では Windows 10のデフォルトのウェブブラウザ Microsoft Edge を解説します今回は便利な機能の使い方その3になります基本編や便利な機能の使い方のその1やその2については概要欄のリンクからご覧くださいそれでは早速見ていきましょうまずはアカウントの動機です マイクロソフトエッジにサインインして同期を有効にするとお気に入りなどどんなデバイスからでも同じ設定で使うことができます。同期される内容は設定メニューから選択することができます。まず今こちらマイクロソフトエッジを立ち上げていますけれどもこの右上の個人というこのアカウントのプロファイルで入っているということですね。 アウトロック .com のアカウントで入っていて、同期は有効になっていますという形でサインインをしています。で、何が同期されるかというと、このプロファイルの設定を管理というところをクリックして、設定画面ですね。こちらが表示されます。そして、この動機という部分ですね。こちらを開くと、様々ありますけれども、 お気に入りや設定、個人情報やパスワード、履歴、それから開いているタブ、そして拡張機能やコレクションといったものまで、このアカウントでサインインすると同期することができるということですね。でもちろんですね、えー、全部同期を無効にするということもできますし、あるいは同期したいものだけをですね、 ここで選択してオンにするということもできます今回はお気に入りとコレクションについての動機を見てみたいと思いますこのアカウントの動機は違うパソコンからエッジでサイン,インして設定等の内容が動機されるというような使い方もできますしまあここではスマートフォンのエッジ と同じアカウントで入って同期される様子を見てみたいと思います。まず PC の方ですね。えパソコンの方のこのエッジで、一、まあ、つのウェブサイトを今閲覧しています。で、ここでですね、えー、パソコンの方のエッジ。今、お気に入りバーの部分には一つしか登録されていません。そして、 コレクションですね。ちなみにコレクションについてはその2便利な機能の使い方その2の動画の方で説明をしていますので、えー、詳しく知りたい方はそちらの方も併せてご覧ください。でコレクションにはですねこちら情報という一つの枠だけ作って中身は空ですねこのような状態になっています。 はい、それでは右側に表示されているこの iPhone ですねこちらでも確認しておきたいと思います iPhoneiOS でも Edge というブラウザーが Microsoft Edge ですねが App Store から入れることができますのでこちらの Edge を使いますそしてこのアカウントの部分ですね確認しておきます 今、個人用ということで、アカウントの設定。そして、この PC の方と同じアカウントで入っていて、動機が有効になっています。そして、お気に入りですね。お気に入りバー。こちら、パソコンの方と同じ一つだけ入っていると。 それから、コレクションですね。こちらも、まあど、もちろん同期されていますので、同じように、情報と。で、中身は何も入っていないような形ですね。はい。それでは、この、今、パソコンの方で見ているサイト、これをですね、 お気に入りのお気に入りバーの方に追加してみます。お気に入りバーに現在のタブをお気に入りに追加と。そして、このページでですね、コレクション。こちらに現在のページを追加と。それから、 ページの中のテキストをですね、一部選択して、コレクションに持ってきました。このようにしたえパソコンでのエッジのお気に入りバーと、まあ、コレクションに追加した内容ですけれども、これをですね、iPhone の方でも確認しておきます。そうすると、同じアカウントでサインインをしていますので、今パソコンの方に追加した お気に入りバーの内容も追加されていますしあとコレクションですね iPhone の Edge の方にもコレクションこの情報の中に今追加した内容がすぐに反映されて同期されているという形になりますこれはパソコン同士でもスマートフォンでも このように同じアカウントで入れば Microsoft Edge のブラウザで同期されますので非常に便利ですね。どのデバイスからアクセスをしても同じ設定で使うことができるというようなものになります。次にプロファイルの追加です。Microsoft Edge では複数のアカウントのプロファイルを追加することができます。例えば職場、会社のアカウントと 個人のアカウントもしくは複数の個人のアカウントを切り替えて使うといったようなことができますこのプロファイルを追加すると例えばカスタマイズしたブラウザの設定やお気に入りコレクションそして拡張機能の内容などがプロファイルごとに引き継がれますでプロファイルに追加できるアカウントとしてはマイクロソフトアカウント これは個人用のもので、アットマークの後ろが outlook.com や outlook.jp といったようなメールアドレスのアカウントですね。そして、まあ、職場、会社用のアカウント、まあ、ビジネス用のアカウントとしてはですね、Azure AD というもののアカウント。わ、まあ、かりやすく言うと、Microsoft365 のアカウントがそれに当たります。でそれ以外にも、 会社のドメインに入っているアカウントで、クラウドを経由してサインすることを許可しているようなものは追加することが可能ですが、職場のアカウントについては、IT の管理者に確認していただくのが早いと思います。で、ここではですね、職場で使っているまず環境として、例えば今、ここにですね、office.com を開いたり、あるいは、 会社でまあ、情報共有サイト、イントラサイトのような形で、えー、こういうサイトにアクセスをしているアカウントがあるとします。で、今は、こちらを見ると職場という名前になっていますけれども、このアカウントは会社で使っているアカウントになりますね。で、ここからですね、プロファイルの追加ができます。これをクリックすると追加ですね。 はい、今新しいブラウザが立ち上がって追加するアカウントのプロファイルを設定しようとしていますでここでサイン,インしてデータを同期とそうするとどのアカウントを追加しますかということでマイクロソフトアカウント、まあ、個人のアカウントをこの職場の環境でも使いたいということを今 想定ししていまますすでメールアドレスを入力しますそしてパスワードですね。そうするとサインして設定というかこの同期をカスタマイズするというところでまあ同期をしますとデータを同期します。 そうすると、この個人用のアカウントで使っている設定が反映されて、今、ここにですね、職場用の環境に個人用のアカウントのプロファイルを追加したわけですけれども、この新しく立ち上がった Edge の方では、この個人用のプロファイルとして使っていると、アカウントを使っているという形ですね。ですので、初めてここに追加しましたけれども、 先ほど説明したアカウントの同期と同じで、すでにですね、この個人用のアカウントで使っている、このお気に入りバーの内容がもう表示されているというような形になっています。で、元の方のですね、こちらは職場のアカウントのままで使っていると。まあ、こういった使い方ができる。 ものになりますで。この後から立ち上げた個人の方ですけれども、これをですね、削除したいという場合は、このプロファイルのところから設定を管理と、この設定画面でサインしている方が今上に出てますね、個人用と。こちらのブラウザでは触媒用を に追加した後の個人用がサインされているという形ですので、サインしてる方、こちらのその他のアクションから削除とすることもできます。削除したい場合は、サインしている方ですね、を削除すると。サインしてない方は削除できませんので、 削除する場合はサインしてそちらのプロファイルを削除するという形になりますね。続いてインプライベートブラウズです。これは閲覧した履歴やダウンロードの履歴クッキーやその他サイトのウェブサイトのですねフォームに入力したデータなどが残らないようにウェブブラウズする方法です。またこれは サイトの作りにもよりますけれども、エッジにサインインして使用する場合に、自動でサイン,インしないようにするといったことにも使えます。例えば、ワンドライブ・ドット・コムやオフィス・ドット・コムといったサイトは、エッジにサインインして使うと、次からはですね、そのアカウントで自動的にサイン,インしてアクセスするような形になってしまいます。 でそれはもちろん便利なんですけれども例えば複数のマイクロソフトアカウントで OneDrive.com や Office.com を使い分けているという場合にはですね勝手にサイン,インされてしまうと困るということもあると思いますでもちろん先ほど説明したようにプロファイルを追加して切り替えてもいいんですけれどもそこまで頻繁にアクセスしないという場合は このインプライベートブラウズで自動的にサインしないようにしてそのサイトにアクセスするということができるようになります。で、このインプライベートブラウザはですね、タスクバーのこのエッジのアイコンを右クリックするとですね、ジャンプリストのメニューが出てきます。でその中に新しいインプライベートウィンドウというメニューがありますので、 こちらを選びますそうすると InPrivateBrowse というモードでエッジが立ち上がりましたこちらでですね例えば Office.com にアクセスしますがこれは自動的にサイン,インされませんのでここでサイン,インして アカウントとパスワードを入れると。で、右を見ていただくと、えこちらは、インプライベートモードであるというのが、ここに表示されています。ちなみに、元のえ、こちらのですね、個人用のアカウントでサインして使っている方ですね、Microsoft アカウント outlook.com で入っていますけれども、えこちらで、 オフィス .com にアクセスをするとユーザー名パスワード入れていませんけれども一度でもですねこちらのオフィス .com にアクセスをしてサインしているので自動的に表示されるこのアカウントで表示されてしまっていますまあこちらはですね何も使っていないので中身は空ですけれどもまあこれは ONDRIVE でも同じです こちらも、サイン,インのユーザー ID、パスワードを求められることなく、OneDrive のサイトにアクセスをすると、自動的にサイン,インされているという形ですね。で、このインプライベートブラウズの立ち上げ方ですけれども、まあ、先ほどですね、こちら、タスクバーのエッジのアイコンを右クリックして、 立ち上げましたけれども、すでにこの Edge ブラウザを立ち上げている場合はですね、この右側のメニュー、こちらから新しいインプライベートウィンドウというメニューがありますので、こちらを使っていただいても立ち上げることができます。まあ、このような形でですね、状況に応じて、このインプライベートブラウズというのも使える。 モードになりますはい、今回は Microsoft Edge の便利な使い方、その3を説明しました。アカウントの同期は、Edge にサインインすると設定が同期されて、どのデバイスからでも同じ設定で使えるという機能です。また、プロファイルの追加は、複数アカウントのプロファイルを追加することができて、例えば、 職場と個人などそれぞれのアカウントごとのプロファイル設定で使い分けることができますそしてインプライベートブラウズは閲覧履歴やクッキーなどを残さないでウェブブラウズする場合などに使える方法ですいかがでしたでしょうかこのチャンネルでは IT やデジタル関連パソコンなどの活用情報を発信していきますのでよろしければぜひ チャンネル登録をお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。